はい、こんにちは、佐々木光です。今回もエヴァの関連のお話ということで、まあ、天才林原めぐみっていう、ね、話なんですけど、まあ、林原めぐみさん、まあ、もちろん皆さんご存知、綾波レイの声優さんでもございます。林原めぐみさん、もうね、超大御所声優さんでございますけれども、まあ、天才ですよ、演技力。もうね、綾波レイのようなね、こう、静かなキャラクターから、我々おっさん世代ではもうね、大好き、はい、スレイヤーズのね、リナ・インバース。からですね、まあ、割と人気どころで言うと、まあ、コナンのね、灰原とか、まあ、人気キャラクターいっぱいやってますけれども、僕ちょっとびっくりしたのが、僕結構最近ですね、まあ、ポケモンが好きということもあって、 Amazon プライムでアニポケ、アニメのポケモン結構見るんですけれど、アニポケにも結構出ていて、あのムサシっていう女性キャラクターいるじゃないですか、ロケット団の、まあ、それあれはね、完全に林原めぐみさんの声ですけど、結構あのポケモン自体の声もやっていて、まあ、結構あのご存知の方も多いと思うんですけど、あの昔のポケモンに出てた不思議団でですね、ダネダネってやつ、あれ林原めぐみさん、うん、で最近の、ポケモンで言うと、今やってるポケモンのシリーズで言うと、ヒバニ、ラビフット、エースバンですね、あの系統を全部、林原めぐみさんがやってるんですよ。すごくないっすか、ヒバヒバとかね、バースって言ってるの、あれも林原めぐみさんなんですよ。でさらにちょっと古い一個前のポケモンですかね、サトシのモクロ、あれも林原めぐみさんなんですよ。ポケモンサンマンドムーンのアニポケのモクロ、僕もモクロ大好きで、ブルルルルってやつ、あれも林原めぐみさんなんですよ。ブルルルルってやつね、いやもうモクロ可愛いなと思ってたら、そのエンディングのところでね、あの出てきますけど、あれも林原めぐみっていうね、どれだけ天才だよっていう、まあ、あとね、まあ、キティちゃんであるとか、まあ、ランマ2分の1のね、ランマとか、ちょ古いやつばっかりですけど、まあね、その、綾波レイの今回の新エヴァの演技も、まあ、素晴らしかったですけれども、第三村の、あの、昔の綾波レイ、そのまんまにやっていただけましたし、これが涙、泣いてるのは私っていう、あの、もう超、超名言ね。うん何回このラジオで言ってるか分かんないですけども、もう大好きなんで、まあやっぱり天才林原めぐみさん、まあそういったね、声優さんの視点から振り返ってみても、なかなか面白い、エヴァのお話でございました。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。また次回の動画をサービス。